しぶりのゆっくり実況ですね。今回はこの真っ黒いやつでやっていきます。コースはこんな感じ。では1戦目。今回は真っ黒いやつだらけですが、変なやつが多いので多分ハプニングがあると思います。にしても入場が遅すぎる。そして倍速が止まった。そして王が脱落。まさかの役職勢が最初にやられる。まだ他に脱落が出てないが、バトルの行方はどうなるのか。ここで自滅王と無限列車が相打ち。そしてたった今義経が脱落。残りは3両。勝つのは誰だ ?1 戦目からまさかの32倍速。なんかずれてるけど気にしない。さて倍速が終わって。57の1が脱落。順位これ135かどうかわかりにくい。そしてまた4倍速。どちらが勝利をつかむのか。こんな小さいコースなのに1戦目から試合時間が6分という長さ。この時実はゾンビ車両を忘れてました。そして倍速終了。1戦目は長かったものの綺麗に決まった。この中で唯一ライト付きの車両。9B51の勝利。2戦目。今回は早めに決着がついてくれるといいですが、一体どうなることやら、着々と車両が入ってきていますが、最初の脱落は一体誰になるのか、まだ進展はないみたいだが。と思ったら画面上で T57 の135が脱落。T57 の1というわけが本当につかないですね。さあまだバトルは始まったばかり。次は誰が脱落するのでしょうか。と思ったら今度は画面下で詰まっている。車両が後ろから来ているが一体どうなるのか。ここで自滅王脱落。今回は全く自滅していないのでもはや名前詐欺とかしているぞ。まだまだ半分以上残っているがバトルの行方はいかに。そして16倍速。次に脱落するのは、義経が脱落です。多分どうか長田の無限列車にやられた模様。そしてまた8倍速します。今度は誰が脱落するのか。ここで王脱落。今日の役職勢は不条理のようだ。そしてまた8倍速。今回も決着までが長い。ここで T57 の1が脱落。無限列車の単数車が脳を狂っているようだ。あと今回効果音が多い理由ですが、小町さんの動画を参考にしました。コントの変化は面倒くさくて無理でした。そしてここで決着。強いみたいだが多分単2電池のせい。ギアの噛み合わせがちょっと微妙な。9B51が2連勝。3戦目。そろそろ9B51 以外の車両が勝利してほしいところだが、バトルは何が起こるかわからない。このまま9B51 が3連勝してしまうのか、それとも他の車両がそれを阻止するのか、まだ脱落車両が出ない。果たして最初に脱落するのはどの車両なのか、コースが小さいのですぐぶつかりそうな気もするが、意外とぶつからないようだ。と思っていたら王が脱落。今回の役職勢が弱すぎる。果たしてこれは役職勢と名乗っているものなのだろうか。そして今度は自滅王が脱落。自滅のように見えるが9B51に色々されていたので自滅ではないようだ。しかし自滅王の名前は詐欺レベルで間違っている模様。他の間に T57 の135が脱落。そして久しぶりの4倍速。今回もちょっとバトルが長引いた模様。まだあと2戦残っているがどうなるのだろうか。そして今度は奥で T57 の1が、中央で無限列車が脱落。残りは2両。果たしてどちらが勝利を手にするのだろうか。B51 が大破して決着。単2電池の入っている車両相手によく耐えた、義経の勝利。4戦目。今回特に面白い部分があまりないですが、意外といい勝負してますよね。多分3度目の4倍速。シンプルなのに意外とぶつからない。また王が脱落。もうこれは役職勢とは言えませんね。自滅王は入場ミスで入場し直しています。車両を入れるタイミングが意外と難しい。自滅王まさかの秒殺。スタート事故ではないものの最速で脱落。唐突に落ち着き16倍速。王と T57 の135が脱落。T12はもう役職勢降りろ。M 止めの8倍速。もう何も言うことがない。おっとここで無限列車の体勢が少し崩れた。これは果たして大丈夫なのだろうか。しかしストップしてしまった。4倍速。
キャストップ。何かが倒れたようだがどちらだ？倒れていたのは無限列車。ということでこれは義経が2連勝。ラスト。この最後のバトルでは誰が勝つのか、9B51 か義経の3勝目か、それ以外の巨量が勝利を手にするのか。T57 の位置が T57 の135に倒され脱落。ノードのごとくに分けがつきにくい。そろそろこの4倍速も合ってきた。画面中央で T57 の位置と QB51 が相打ち、 QB51 はまた大破した模様。そして16倍速を挟み、ここで自滅王が脱落。結局自滅王は全く自滅せず、ただ名前詐欺をしただけになりました。1点目にも使った32倍速。早くバトル終わってほしい。ほぼ見えないが画面奥で王が脱落。ゾンビ車両として緊急251系が出ていますが、全然脱落しないので使い物になっていません。容器も64倍速で一気に飛ばします。ここで251系によって無限列車が詰まった。果たして最後に勝つのはどちらか、義経の3連勝か、はたまた無限列車の勝利か。このラストバトルの決着が今つこうとしている。にしても蒸気機関車はやはり遅い。そして義経が戦闘地脱落。見事義経の3連勝を阻止し、ラストバトルを制した無限列車の勝利。本音を言えばここまでの編集が大変すぎた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。